統一教会を脱会した元信者の女性に付きまとったとして警視庁公安部は昨日ストーカー規制法違反の疑いで埼玉県越谷市の統一教会信者で職業不詳のですね宇佐美隆容疑者42歳を逮捕しました。公安部は昨日ですね宇佐美容疑者宅を家宅捜索しまして